熱湯か。ごぼう香りがいいよね。ごぼう、上手。で、七しめじも、これはカットしてやる。うん。じゃん。タケノコ。こんなタケノコ。うん。よっ。はい、国産鶏もも肉でございます。 100g88円。はい、たけのこ、あら、てか人参、ごぼう、油揚げ、しめじ。はい、一口サイズに切った、ちょっとでかい鶏もも肉と、はい、それではね、これをね、お酒と醤油で味付けつけます。お酒、醤油、醤油、粉も、これで、ああ、こういうことね。はい、じゃーん。はい、お釜、これ私がキャンプでよく愛用しておるやつです。これにお米を入れます。はい、2合入りました、はい、これ我が家で採れたお米、ね、たくさんだよ。はい、よし、まあ、お米洗っときますか。よし、はい、綺麗に研ぎました、はい、それではね、鶏肉に味が染み込むまでしばらく放置します。
はい、16時、お、結構経ったな。40分ぐらい経ちました。はい、しっかりと味がついたと思いますんで、これらの具材をね、釜に入れていきます。油揚げ2枚分。多くない？多いよね、絶対。絶対多いよね。いやいやいや、多いのは分かっとったんよ。しめじ。何これ。ここにこれ？いやいや、分かっとったよ、こうなることが。入れてく。なんじゃ、炊き込み。うわぁ、ちょっと待って、鶏肉入らんやん。物は試しや、なんでも。これ、鶏肉に火入る？で、こっからよ、味付け。だし、だしを小さじに1杯、醤油、酒でいいや。塩は入れません。醤油で塩入っとくから。だし、醤油、酒で水ね。 OK、 だし、醤油、酒、こんなもん。こんなもんやろね、だし、醤油、大さじ2、ちょうどの、1、2、はい。で、酒、1、2、こんなもん。で、この粉を溶かす。端っこから入れるか。こうやって。はい。これを、こう。あれ、何したん？カメラなんか持っとくからやん。ちょっと粉が残った。あ、水に溶かし入れればよかった。はい。で、水をね、400から450。ほんなら400、お水400入れます。いいよね。ちょっと少なめ。はい、ほんでこれで炊くと。はい、こう。あ、これギリギリやな。はい、乗っかった。すごい。まあいい、まあいい。うん。吹きこぼれるまで強火。吹きこぼれたら中火で10分。で、超弱火で10分。10分っていうか、蒸らす。20分ぐらい？うん。いきます。こんなんと強い。すごい。吹きこぼれるまで、ここからはもう慎重にやっていきます。ね、炊飯器じゃないから。はい。
うん、弱火にしよう。はい、超弱火。これや、これでね、これで10分かな。はい、ね、17時20分まで弱火、20分になったら火を切る。水は止まった、はい、そしたら火を止めます。はい、んで、20分、17時40分まで蒸らします。はい、17時47分。さあ、それでは開けてみます。あー、めっちゃ熱い。いいですか、開けますよ。ちょっと待って、熱い。いきます。お、開いた。はい、お、これね、あの、このままでかき混ぜることはできないので、でかい鍋に移し替えます。それでかき回せます。でかい鍋がね、あるの。あ、キャンプの箱に入れてしまったか。これでいい。あ、あんねが、ここに。あ、でもこれでいいよ。これこれにね、移し替えて混ぜます。絶対混ぜやすいよね。ん、めっちゃ熱いぞ。それ、あ、ちょっと、あ、熱い熱い。あー、どうなん、お米べちゃべちゃ。いいぞいいぞ。お、すごい、できた。あ、ちち、よし。はい、ちょっとこれ米のうち成功でしょ、お釜なら。はい、ほら、おこげ美味しそう。鶏肉は、え、火取っとるんじゃね。え、どうなん。お米の炊け具合バッチリじゃね。え、これ大成功。やば、あ、いい匂い、いいぞ。こんなん炊き込みご飯やん。鶏肉に火入っとるよね、これ。やり、めっちゃ、お米2合でこんなすごいん。俺2合しか入れてねえよ。よしよし、あ、おこげも OK。 はい、こんな山盛りにしてまだこんな余っとる。完成です。じゃーん、うわ、うまいこと炊けた米。これ鶏肉よね、火入っとるよね。ね、具だくさん。よしよし、いただいてみます。お、うん、いい匂い。
うまい。うん。うまい。鶏肉。鶏肉やばい。うまい。大成功。まあ薄味だね。うん、薄味だけどギリギリ物足りなくない薄味。うん、お米うま。よかった。まさかの大成功。うますぎ。いやー最初ねえ具だくさんかなと思ったら全然ちょうどいい。うん、大成功でした。